はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個にすっきりとアップルジュースを混ぜて飲んでみました。で、典型的なリンゴジュースでして、まあ、アップルのジュースでございます。まあ、アップルっていうのはマックのアップルじゃなくて、普通のリンゴジュースでした。匂いも味も、リンゴの風味がよく醸し出されていて、デザインもなんだかキラキラしていていいですね。シンプルなデザインもいいですけれども、こんな感じでこう、デザイナーさんが多分作り込んでいるカラフルな、キラキラしているデザインもまたいいですね。で、生卵10個との相性は、グーでして、かなり飲みやすくなっていると言えると思います。なのでぜひ生卵を飲むときはこのジュースを混ぜて飲んでみてください。というか最近思うところがあるんですけれども、こうショートスリーパーの人っていますよね。ショートスリーパーの人っていうのは睡眠時間4時間とか5時間とかで元気になれるっていう、そういう人なんですけれども、僕はですね、なんというか8時間とか日によっては9時間を寝ないと元気になれない、そういう人間でございまして、ショートスリーパーの人が正直羨ましいです。だって僕は8時間とか9時間とか寝ないといけないのに、6時間とか5時間で元気な人もいるわけですよね。だから1日3時間とか4時間とか人生が長いわけですよ、ショートスリーパーの方の方が。1日3時間とかって絶対大きいですし、1年間で1000時間ですよね。まあ人生100年だとして10万時間ですかね。10万時間っていうのはすごい大きいですよね。だからちょっと正直悔しいなと思うところがあるんです。でもまあ自分の体質は正直もう変えられないので、どうすればいいかなという感じもしますけれども、ただ私の体験談から言わせていただきますと、やっぱりアルコールを飲むと睡眠時間が長くなるということです。あとやっぱ1日1食だと睡眠時間が短い、2食とか3食とか食べてしまうとやっぱり睡眠時間が長くなってしまう傾向があるんです。でアルコール飲んでる時って、まあ飲んでる時はこう一種のこうトランス状態で気持ちいいかもしれないですけど、その時間アルコール飲みながら仕事とかできないじゃないですか、創造的な仕事とかって。だから基本的に人生の浪費であることに間違いはなくて、だからやっぱり一日一食にしてアルコールはできる限り控えて、自分の人生の時間をできる限り長くするという手を打つしかないですね。ただまあ聞いた話によるとですね、シングっていうのは英語のシングじゃなくて寝るのシングなんですけれども、こうマットレスとかをかなり整えると、自分に合うマットレスとか枕を整えると睡眠時間が減るという情報もありまして、確か前田裕二さんっていう方がなんかどっかのツイートで書かれてたの、ツイートだったかな、だからそういうのを見たことがあるので、まあちょっとあんまりそういうお金の余裕はないんですけれども、将来 YouTuber としてですね、ある程度こう経済的に所得が取れるようになれればですね、まずは枕とかマットレスとか自分に合うものをちょっと探してみようかなと思います。低反発とかそば柄の枕とか、まあいろんな種類があるそうですから、まあいろいろ試してみたいなというのはありますね。ということで現場からは以上です。